バリエーション豊富な形状をした金属製のルアーメタルジグをアクションさせ、さまざまな魚を狙うジギングゲーム。これまでスピニングタックルやベイトタックルで行われてきたが、近年第三のタックルが注目を集めている。電動リールを使う、いわゆる電動ジギングだ。電動リールを使うことによって、まあ、深いところも攻めることもできますし、またその回収が早いですから、いろんな場所を探っていくこともできますんで、ポイント開拓にも役立つと思います。あともう一つはこの電動リールのそのスピードですね。巻くなかなか従来のタックルでは、スピニングとかベイトリールでは行えないハイスピードで魚を誘って食わせるということができます。そう語るのは、九州を中心に全国各地でビッグフィッシュを追い求めているソルトルアーの名手、松岡秀之さん。今回松岡さんは九州北西部に広がる玄界灘と大分県と愛媛県に挟まれた豊後水道で、スピニングタックルと電動タックルを駆使して青物ジギングを思う存分満喫する。よさかだよさかだ。おー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 よし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 よく来てますね。はい、やります。おめでとうございます。よさかぐれさん、サイズいいですよ。サイズいいです。サイズいいです。ドラ引きますね。おお、これは引きますね。よっしゃー、ありがとうございます。日々進化するタックルがジギングの世界を広げ、アングラーにさらなる喜びをもたらす。福岡県最西部に位置する糸島市。今回は気合漁港からの出船。3月上旬、松岡さんが港を訪れた。船長によると、残念ながら最近の釣果は芳しくないようだが、どのようなポイントを攻めていくのだろうか。店長、おはようございます。おはようございます。今日なんかはね、普段のブリジギングと違って、はい、ちょっと魚醤とかストラクチャー意識したような感じで打っていこうと思います。そうです、そうです。それを細かく乱眼していこうかなとも思ってますんで、はい、うん、本来なら壱岐島と対馬の間にある高ポイントに行きたいところだが、この日は風が強く荒れているため、壱岐島周辺で釣りを行う。釣り始めの水深はおよそ80メートル。よし、始めばスピニングタックルでいきましょうかね。はい、それでいきます。最初のタックルはスピニングタックルですね。リールが8000HG にラインが P4 号で、ロッドが6フィート4インチの3パワーになります。で、ショックリーダーがフロロカーボンの50ポンドで、ジグが今 200g ですね。まあ、最初スピニングから使ってるのは潮加減ですよね。どんな風にジグが入っていくかとか、引いた感触をちょっと確認したかったので、これでどんな風に潮が流れてるかですね。だいぶ出たな。潮が速いようで、水深よりもかなりラインが出てしまったようだ。まあ1回目落とした時にもうすでに90メーターぐらいラインは出てるので、で、まあ、10メートルずつぐらい増えていってるんですよね。2回ですね2回しゃくって回収して落とすね。あまりにも潮が速く釣りづらいので、
大きくポイントを変えることに。松岡さんは基本的にスピニングと電動リールそれぞれどのような時に使っているのだろうか。まあ、それぞれにですねその状況に合わせて、使い分けています。まあ、比較的浅いところはスピニングタックルですね。で深くなってくると電動リールとスピニングタックル両方ですね。魚のレンジやあと食いですね、どこまで食い上げてきたりするかとか魚の活性に状況に合わせて使い分けています。状況に合わせ効果的なタックルを選択することが大切だ。何を食べてますかねお魚さんは。ここはちょっとイワシっぽいやな。どうもサンマではなさそうな気はするけど、だいたい今の時期はまあサンマがメインになるんですが、それにイワシも入ってるんですよね。でこの2種類を食べてると思うんですよね。やってますね、ボイルしてますね。船の周りでボイルが始まり鳥山もできている。ちっちゃいなベイトが。これは餌がちっちゃいですね。餌ちっさいですね相当。松岡さんは鳥山がずっと同じ位置にいることからベイトは小さいと推測する。小さいベイトだとどうしても動きが鈍いんでそこに固まってずっとおるような状態。これがサンマとかだったらブワーッと走って逃げるんで知ってしまうのね。ちょっとだけ小さくしましょうかね。ベイトの大きさを考慮してジグを少し小さいものに交換する。 200g から 150g に変えました。若干小さくしてやってみます。ウェイトだけではなくジグの形状も変更。今回スピニングタックルでは主に3種類のジグを使用する。どのような違いがあるのだろうか。これが非対称のジグになりますね。形が分かると思うんですが、まあ、表面裏面みたいな感じで考えていただくと分かるんですが、横から見るとですねこういう断面になってます。このジグはどちらかというとワンピッチでですねこのスライドするジグですね。こういう感じトーンと上がってトーン。もう一つは見ていただいたら分かると思うんですがちょっと面広くてですねアピールさせて波動が強くて水つかみがいいタイプのジグですね。でこれは風が強い時なんかですね船が引っ張られて負荷がかかりすぎないように水をこの波動を出しながらこのスイミング系に泳いでくるという意味ですね。まあ、カメラの方に向かっていくとこういうこうひらひらしながら泳いでいくような。でもう一つはこれもローリング系ですね。これもこの形的には片一方はまっすぐで片一方がこの膨れてるような状態ですね。このこの形が非対称にはなってるんですがホール中にホールを長く取ってひら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 ですねポンとしゃくってひら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 。その後浅場でしゃくり続けるが思うような反応が出ない。そこで方針を変え移動して深場のポイントに入る。ここでいよいよ電動タックルを投入する。さあ落としましょう。いきます。はい、このコードですねここにベルトがあってまあここで止めることによって、まあ、邪魔にならないんですね。これがない状態だとここでもうバタバタしてしまうので、でここにベルトがあることでこうして止まるということですね。リールが1000番ですね。それに P の 2.5 号でショックリーダーがフロロカーボンの40ポンドですね。でロッドが電動ジグの専用のロッドですね。でジグが 260g ですね。
ジグも速い動きに対応する電動ジギング専用のものを使用する。動きが破綻しないようにですね、水抜けがいいタイプになっています。あの切りもみ状にこういうふうに動くんですね。くる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 、こういったくる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 動くんですが、これがこういう動きしないんですね。高速で巻いてしまうとジグがこういう動きになってしまうんですね。それがならないようにこの回転するようなこういった動きですねに対応できるジグになっています。なので低速から高速まで、まあ、幅広い使い方ができるジグになっています。さあ電動タックルに持ち替えました。ちょっと水深が、まあ、80から90メーターぐらいの水深なので、ちょっとまだ風も強いので回収を効率よく行いたいので、まあ船が流されてですね、どんどんジグが横になってしまうので、回収して入れ直し、回収して入れ直しということをちょっとですね、テンポよく行いたいなと思います。お、触った、触りましたよ。よし、魚だ、かわりました。ちょっと引いてます。お、聞こえますね。ヒラマサっぽいですね、多分。入れてきましたよ。ちょっと口振ってますね。よかった。はい。お、サイズが良かったんですね、ちょっと。思ってたより。良かったです。ありがとうございます。はい。行きましょう。ファーストヒットは4キロほどのヒラマサ。丸々してますね。リースしますね。よいしょ。はい、行きました。ありがとうございます。いやー、よかったですね。ちょうど昼のタイミングぐらいで潮がもう変わるかなというタイミングなんですけど、まだ動いてないぐらいなタイミングだったんですよね。なんで水深がちょっと深くなったところで、まだ風が若干強いので入れ直しを早く行いたかったので、電動タックルに変更してやったらかかってくれましたね。よかったです。電動リールで早々に釣り上げた。この調子で行きたい。電動リールを使いこなすには基本的な機能を理解することが必要だ。一口に巻き上げるといっても3種類の方法がある。まずはオートジャークモード。クラッチをカチャッとして、ここのピックアップボタンをポンと押すと、これは今スピードが24のスピードでモーターが巻いて、モーターが 0.7 秒動いて、モーターが 0.2 秒ストップするという状態ですね。でもう一回押すと止まります。今度はマニュアルモードですね。今ピックアップスピードが24になってます。24のスピードで巻くということですね。でこのボタンを押してる間だけ巻きます。こうですね。でこれをどういうふうに行うかというと、こう離してあげて食わせる間を、最後は松岡さんが主に使うタッチドライブというレバーを操作する電動リーリングジャーク。いいですか、ここでしょ、そうでしょ、ほら今24で、これ23、はい、この電動
リーディングのこのスピードなんですけど、これが非常にこの当たるスピードをうまく見つけ出すのが大事ですね。電動リールになっても考えることはいつものジギングと変わらない。ゲーム性自体は落ちないね。全く巻く動作がボタン一つで済むか手で巻くかだけの違いで、回収が速くなることによって、まあ、体力面もそうですし、その集中力も変わってきて釣りをしっかりできるということになってきますね。一日中しゃくり続けるのは相当な体力がいる。ゲーム性が損なわれないなら電動タックルを活用するのも一つの戦略だ。お、反応出始めてますね。下のほら、さっきまで結構反応が中層とかにこう出てたんですけど、まあ、場所にもよるとは思うんですけどね。今下の方に映ってますよね。ちょっと今度はボトムの方を重点的にやってみましょうかね。しっかり落として、こうしてここでこの魚探が魚群探知機ですね、がこう見れるとやっぱり便利ですよね。どの層をどういう風に、まあ、魚の反応があって攻めたらいいかというのが分かりますから、そのしっかり棚がですね、魚がいる棚を攻めることができますよね。ちょっと1段階落としました。今23にしました。よし、赤さん、やっぱちょっと遅めにしたらかかりましたね。ちょっとさっきからなんかついてきてるようなイメージがあったんですよね。でもかかりきってなかったんで、このボタンで24から23にポンと1段階落としただけなんですけど、それでもやっぱりスピードが若干落ちるんで、しっかり車を与えることができるんですね。よし、よし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 、同じぐらいのサイズですかね。そうですね。よいしょよいしょ、ありがとうございます。キレ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 の魚ですね。よいしょ、はい、ありがとうございます。はい、釣り上げたのは先ほどと同じ4キロほどのヒラマサ。ちょっとスピニングタックルに変えますね。よし、今度、まあまあ95、6メーターですね。潮加減をちょっともう一度確認したいんで、釣れた後なんですが、ちょっとしっかり確認しときたいんで、あ、結構でもベイト映ってますね、上の方に。中層から上にかけて魚まだ浮いてますね。着きました。ジグを 240g に変えました。水深が深いんで。いや、やっぱりな、潮行ってないですね。全然スカスカです。あ、ということはやっぱある程度のスピードでリアクションで反応はしてきてくれてるんですよね。よいしょ、出てきましたね。さあ、いいタイミングです。よし、上がった。よし、上がった。よし、ほう、結構上でしたね。40から、ちょっと、ドラムついな。よし、ほう。おーおーおー。にしても走りますね。ちょっとなんかちょっと首が大きいような感じするんですけどね。ちょっと大きいですよね、うん、ほら見えてる。やっぱ船の近くって言ったら
嫌がりますよね。よっしゃ、いいサイズ、いいサイズ、よく超えてますね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よいしょよいしょ、おいしょ、いいぶりですね。いいぶりですね。超えてますね。おー、重たい。よいしょ、8キロですね、ちょうど。いや、いいサイズですね。幅が迫力あるやり取りを制し、見事ブリを手にした。海の状態が悪く苦戦したが、納得の一匹を手にして玄界灘の釣りを終わらせた。次の舞台の始まりは大分県大分市。市の東部佐賀関はかの有名な関アジ、関サバの水揚げ漁港があることで名を馳せた町。3月中旬、松岡さんは豊後水道でジギングを楽しもうと港を訪れた。状況としてはいい意味ですね。魚の数は多いみたいです。ただまあ、サイズがちょっと小型が多いということで、まあ、その中にサイズの井の頭にポツンポツンと7、8キロが混ざるような感じみたいですね。レギュラーサイズは3、4キロだが、数釣りが楽しめそうだ。だいぶ240グラムの稚魚ですね。それじゃあ行きます。まずはスピニングタックルで釣り始める。ちょっと潮を見るような感じで一回流してみるんで、どんな感じで流れてるかですね。潮が動き始めなんですよね、満ち込みの。なんか怪しかったけど、順番に駆け上がってくるような感じですね。今70m。よっしゃ、かかりましたよ。よっしゃ、かかりました、かかりました。やっぱ駆け上がりに入ったところで食いましたね。サイズは可愛いと思いますけど、ちょうど映ってますもんね。65メーターぐらいで、はいはいはい、ありがとうございます。よし、はい、来ました。なんと最初の流しでいきなり3キロサイズのブリ。幸先の良いスタートとなった。この深いところ、90ぐらいのこの辺りのところは潮が行ってないような感じなんですけど、まあ、駆け上がりのところに入った瞬間に潮が流れてるような感じでしたね。やっぱ引き感が変わるんで、わかりますね。でもそんなに流れてないですね。緩いですね、潮の流れは。潮の流れはつかめたので今度は電動タックルを試してみる。早い動き。この落とし直しの時にポンって当たるんですよね。よっしゃ、かかりました。繰り上げてきて落とし直しでポンと切りましたね。すごいついてきてるんですよね。やっぱかわいいサイズ。はいはい、見えました、見えました。ポール中にやっぱ当たりますね。はい、うん、そうだ、はい、同じ同サイズですね。はい、ありがとうございます。よいしょ、はい、すいません。先ほどと同サイズだが、
テンポよく当たりが来るので魚との駆け引きが楽しくてしょうがない。魚影が濃いようでその後もヒットが続く。よし、かかった。ちょっと尺のテンポ変えたら変わりましたね。よいしょ、あ、暴れますね。お、元気いいっす。この群れですね。はい、よし、かかった。やっぱ振り幅を大きくして食わせの間入れてあげた方がいいですね。おおお、出てますよ。これちょっとサイズアップしたかもですね。おお、ドラグ出てます。よいしょ。あ、ちょっとサイズアップしてるんですね。おお、気持ちいいどころかだいぶサイズアップしてますね。ありがとうございます。いいサイズですね。ありがとうございます。やりました、やりました。はい、いいサイズですよ。7キロはありそうですね。好調が続いている松岡さん、状況に合わせタックルを変える。もう一回スピニングにちょっと戻してみますね。ハイギアのタイプでやってみましょう。潮がちょっと変わったんですよね。多分行き始めたんだと思うんですよね。だいぶ連発してくれましたから。はい、 200g のジグですね。はい、交換しました。ハイギアですね。ハイギアタイプの魚の活性がいいんでちょっと早い動きでやってみましょうかね。よっしゃ、かかりました。かかりましたね。やっぱりこんな感じでしたね。なんかそんな感じがしました。高速巻きからのワンピッチで食いましたね。よいしょ、よいしょ、突っ込んでますね。サイズアップしましたよ。よいしょ、よいしょ、ちょっと、よいしょ。はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、混ざってますね、サイズが。はい、よいしょ、綺麗な6キロぐらいですね。いい魚です。読みは的中。早い誘いですぐにヒット。これだけ当たるといろいろ試してみたくなる。電動タックルで巻き上げ方をオートジャークモードにして誘いをかける。よっしゃ、かかりました。上がりました。お、これサイズアップしましたね。ちょっとサイズいいっすよ。サイズいいっす、サイズいいっす。それは引きますね。おー、これは引きますね。よっしゃー、ありがとうございます。はい、よし。重量感あるブリはおよそ8キロ。満足いくやり取りを楽しめ、これまでにない喜びを得た。電動リールという新たなタックルはさまざまな可能性を秘め、釣りの組み立て方にも変化をもたらしている。まあ狙う層ですよね。狙う層とかどれぐらいの範囲とかスピード、これがどれぐらいの感じで食ってくるかっていうのがやっぱ調節できますので、それによってスピニングタックルを使っても電動リールを使っても両方使ってどちらのスピードに反応するかとか、あとどの水深で食うかとか、そういったことがはっきりですね、明確に分かってくるのが、釣り自体がですね、全体その1日で行う釣りが
変わってきますね。日々進化するタックルによってジギングはより一層幅を広げた。タックルを効果的に使い分け、あなたも新しい世界へ足を踏み入れてみてはいかがだろうか。